手が戻って良かったですね。でもまだですけど、とりあえず目処はついた。本当長かったですね。何をすればいいかが分かったから。不調の原因っていうか、そんなんが分かったから良かった。ちょっとノイローゼじゃないですけど、なんか迷い込んでるような感じがあったです。まあ迷い込んでますよ。何していいか全く分かんなかった。何が悪いのか分かんない。体見てもらってもそんな悪くないわけでしょ。ただ自転車乗ったら悪いっていう。こういうのがちょっとでも晴れるのがやっと見つかったからさ。いやシャッと野球ファンを喜ばせてください。頑張ります。スカッと